散歩中、愛犬が苦手な犬に囲まれたら、あなたはどう対処するだろうか。これは飼い主としての力量が試される瞬間である。今回はそんなピンチをうまく乗り越えるための具体的な方法を徹底解説する。小型犬や中大型犬、それぞれに適した対策を知り、愛犬を守る方法を身につけよう。散歩中に苦手な犬に遭遇することは、愛犬にとっても飼い主にとってもストレスになる場面である。まず小型犬の場合について考えてみよう。小型犬が苦手な犬に囲まれた時には抱っこをしてあげるのが最善策だ。抱っこをすることで愛犬は飼い主の腕の中で安心できる。また抱っこすることで相手の犬が万が一噛みつこうとしても、愛犬は飼い主の胸のあたりに位置するため、相手の犬の口が愛犬の体に直接当たらない。これにより交渉事故を防ぐことができる。だからこそ小型犬には抱っこが最も安全で安心できる方法なのだ。次に中大型犬の場合について説明する。中大型犬は物理的に抱っこが難しいため、飼い主が壁となって守る方法が有効である。具体的には自分の愛犬を道路の端にお座りさせ、飼い主がその前に立つ。こうすることで愛犬と相手の犬の間に飼い主が入るため、直接的な接触を避けることができる。これにより愛犬は視覚的にも相手の犬を見ずに済むため、落ち着きを取り戻しやすいのだ。ここで抱っこと壁のどちらがベストかについて触れておこう。結論としては、状況に応じた使い分けが大切である。小型犬にとっては抱っこが最も安心感を与えられる方法だ。飼い主の腕の中で守られていると感じることで恐怖心が大幅に減少する。一方で中大型犬の場合は壁がベストである。大きさや体重の問題で抱っこが難しいため、飼い主がしっかりとガードすることで愛犬を守ることができるのだ。最後に散歩中にノーリードの犬が近づいてきた場合について触れておこう。これが最も厄介なシチュエーションかもしれない。まずは愛犬を抱き上げるか、リードを短く持って静かにその場を離れることが必要だ。周囲に民家があれば事情を話して一時的にその敷地内に避難させてもらうのも有効な手段である。今回お伝えした内容を実践すれば、愛犬との散歩がより安全で楽しいものになるだろう。愛犬を守るのは飼い主であるあなたの役目だ。ぜひ今日の内容を活用して愛犬との時間をより豊かなものにしてほしい。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がためになったと思っていただけたなら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。次回の動画でまたお会いしましょう。